リー軍はアメリカ合衆国入りの異州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は36,031人であり、2000年の36,062人から0.1%減少した。軍庁所在地はリクソン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。リー軍はその全体でリクソン小都市圏を構成している。 リー軍は1839年にオーグル軍から分離して設立された。軍名はアメリカ独立戦争の軍人ライトホース、ハリー・リー、あるいは大陸会議の大議員、リチャード・ヘンリー・リーにちなんで名付けられた。アメリカ独立宣言は、リチャード・ヘンリー・リーの独立決議案に続いて採択された。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は728.95平方マイルであり、このうち陸地724.90平方マイル、水域は4.06平方マイルで、水域率は0.56%である。近年、軍庁所在地である陸村市の平均気温は1月の下市10度から7月の下市82度まで変化している。過去最低気温は百九十九年一月に、 記録された歌詞27度であり、過去最高気温は1936年7月に記録された歌詞110度である。月間降水量は2月の1.43インチから6月の4.88インチまで変化している。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。リーンは夏季22の軍区に分割されている。リー軍南東部の風力発電所。 週刊高速道路39号線の第82出口西にある。ありがとうございます。